もらった。俺の名はモブオ。いつでも金が欲しい男だ。いい儲け話ないかな。ん？優勝賞金4億円？テニスってそんなにもらえんの？これだ。勝ちました。まさかと思いますけど、モブオさんテニス選手を目指すとか言うんじゃないでしょうね。よくわかったね。やっぱり。確かにテニスは数あるスポーツの中でも賞金が多いスポーツだと言われていますが。やっぱそうなの？他の団体スポーツと違って基本的には個人戦なので、自然と巨額になりやすいみたいです。これは一攫千金のチャンス。だからっていつものことながら安直すぎます。死亡フラグですよ。俺はこの手で夢をつかむ。夢のある男性って素敵よね。失礼フラグさん。私は応援するわよ。愛するモブ君のためだもの。そんなことより、なぜクローゼットの中から。いつからそこにいたの。私はいつだってそばにいるわよ、モブ君。つまりまたストーキングしてたんですね。ライトモビル発売中。プロになるには。よし、そうと決まれば早速大会に出よう。思い立ったら即行動。さすがモブ君、勝利をつかむ男だわ。勝って賞金ガッポガッポだぜ。その自信はどこから。でもちょっと待ってください。賞金などの金銭的報酬を受け取る場合は、日本テニス協会にプロ登録が必要です。申請をして協会にプロとして認められなければダメなんです。そうなの？まずは協会が定める e ラーニングを受講して、それからプロフェッショナル登録申請を提出するんです。それが受理されたらプロになれます。そっか、プロテストがある競技もあるわよね。テニスの場合実技テストはなくて、書類審査が通ればいいみたいです。よっしゃ、じゃあ申請しよう。でも誰でも申請できるわけじゃなく、一定の条件があります。まずはアマチュア登録をして大会に出るんです。そうやってポイントを稼いで上位にランキングされるようになってからですよ。大会で成績を残した人がプロ転向する感じなのね。じゃあすぐ儲けるのは無理か。当たり前です。選手たちは一生かけて戦ってるんですよ。そういえばモブ君ってテニスやったことあるの？ないよ。トッププレイヤーはだいたい子供の頃からテニスを始めています。ジュニアの大会でも成績を残している選手がほとんどです。え、もしかして俺出遅れてる？出遅れもいいとこですよ。多くの選手はプロのコーチがいる養成所に入ったり、テニスの強豪校に進学したりして腕を磨いているんです。なるほどね。だったら名門テニス部に入部。これが近道ってことね。名門カルフラ学園テニス部新入部員のモブ子です。カルフラ学園って名門だったの？しかもなぜモブ子さん。男子相手より女子相手の方が勝てる見込みあるかと思って。それにプロテニスプレイヤーの収入って、賞金だけじゃなくてスポンサー料もあるもんね。可愛い女子高生の方がアイドル性があってスポンサーがいっぱいつきそうじゃない。また安直なことを。あ、練習始まるみたいよ。待ってました。くらえ、モブ子必殺ただの力技スマッシュ。おらモブ君素敵。パワーは無謀だからね。こんなのズルです。どんどん行くわよ。モブ子ちゃん頑張れ。絶対勝てる。ではご一緒に。3、はい。モブ子、モブ子。人気も上々。さすが私よね。いいのかな。目指せグランドスラム。やったー、プロ登録申請が受理されたわ。これで登録完了。晴れて私もプロテニスプレイヤーよ。おめでとうモブ君。まさか本当に受理されるなんて。まあそうじゃないとストーリーが進まないからね。レーター。ともかくこれで賞金もらえるわよね。勝てばの話ですけど、何に使うかな。もう私の話全然聞いてませんね。どんな大会に出るの？そりゃもちろん賞金の高いとこ。となるとやっぱりなるべく大きい大会よね。夢は大きく、グランドスラムよ。何それ。テニスやってて知らないの？モグリでは国際テニス連盟が定めた四大大会の総称ですよ。全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープン、この四大会です。あるいはこの全てで優勝することを言います。聞いたことある。テニストーナメントとしては最大規模であり最高権威ですから、目指す選手も多いはずです。じゃあ私もそれに決まり。簡単に言えますね。出るにはランキングポイントが必要ですよ。またランキングなの？プロの世界は実力社会です。ランキングが低ければ出られる大会も限られますし、賞金も多くはありません。しかも大会は世界各国で開催されますから、多額の遠征費も必要ですよ。遠征費？稼ぐためにやってるのにそんなお金ないわよ。やめやめ。
志が高いんだか低いんだか。そうだ、だったらスポンサー料でも儲けましょう。私のこの可愛さならそっちの方が早いかも。またそんなこと言って、実績のない選手にスポンサーなんてつくわけないじゃないですか。ところが実はもう何件か契約してるの。お届け物です。スポンサー企業からだ。なんだろう、モブくん見て見て。商店街の八百屋さんからリンゴ、四丁目の和菓子屋さんから豆大福、隣町の板金工場からなんかのネジが届いたわよ。スポンサー料かしら。まさかの見物支給。しかもスポンサーって全部ご近所さんじゃないですか。みんなモブ子ちゃん応援してるって。なんか思ってたのと違うんだけど。これはこれで心温まるような。でもそもそも数億円単位のスポンサー料を得る選手はごくごく一部です。ほとんどはスポンサー契約しても遠征費やテニス用具の提供くらいみたいですよ。じゃあテニス選手の収入って賞金がメインなのね。くっ、やっぱり一攫千金のためには試合に勝つしかないのね。やだ、めんどくさい、楽して勝ちたい。とてもプロ選手の発言とは思えません。私にいい考えがあるわ。チームを組む。じゃじゃーん、製造裏こそ。なんで貴様にコーチをつけてくれとこやつに依頼されてな。わしを呼んだからには相応の覚悟があるんじゃろうな。プロ選手ってコーチやトレーナーとチームを組んで試合に臨むでしょ。だからせいちゃんにお願いしたの。トレーナーは私、体作りや体調管理をサポートするわ。見て見て、栄養バランスを考えてお弁当を作ってきたの。それから選手には精神面での支えも必要よね。モブくんのためなら私なんだって。いやー、生存フラグさんが来てくれれば100人力だよね。しらじらし。無視しないでピエン。いつもの流れです。あ、チンチクリン、あんたはマネージャーね。大会の日程とか管理して。なんで私まで。ひとまずトレーニングで本番に備えねばな。まずは腕立て500回。これトレーニング？見た目完全に下僕なんですけど。っていうか私、楽して勝ちたいって言ったよね。そんなうまい話あるわけないじゃろ。ほれ、キリキリやらんか。しゃーにゃー、チーム一丸となっててっぺん目指すわよ。K.A.O. 運命の日。ついにこの時が来たわね。いよいよ決勝戦。ようやくここまで来たわ。運命の日じゃな。もらった。これで決める。ゲームセット。勝ちました。やったわ。はあ、やっとやっとこの手に賞金をつかむ時が。はい、おめでとうさん、優勝賞金10,000円。こんだけもったいぶって10,000円かい。出場する大会のグレードによって賞金は違いますから。でもやっぱり国内大会で大きく稼ぐのは難しいみたいね。いや、国内大会どころかこれ商店街のイベントだよね。あ、これ参加賞の手ぬぐいね。ちびっこにはアメちゃんもあるぞ。商品にご近所感が溢れてますね。ま、貴様の実力なら順当なところじゃろ。ああ、ところで貴様、わしのコーチ費用を忘れておらんじゃろうな。それ私が払うの？当然じゃろ。コーチやトレーナーの費用は選手の個人負担なんです。完全に赤字なんだけど。選手活動には大きな出費が伴いますからね。世界ランキング300位ぐらいでやっと収益トントン。テニスだけで生計が立つのは目安として世界ランク100位前後くらいからみたいです。100位というと日本人なら国別代表に入れるレベルじゃな。厳しい世界ですね。もう無理。モブ子のお財布、デッドエンド。しょっぱい人生だったけど、最後くらいはカッコつけて死にたいんだ。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんってフラグちゃん。